知ってねー。進まない進まない。俺これ多分好きかも。予想してるよりめっちゃ柔らかい。柔らかい。どうもこんばんは、YouTube のたけしです。ふわっちです。ダイナスティーのフグです。今日久しぶりですね、なんか2回の登場が久しぶりじゃないですか。いやもう、俺この足から足移って足移ってないですか。長い長い、これ健常長い登場生活。いやなんか、あれですね、動画編集組じゃないですか。確かに。だからもう、あ、やばいやばい。みんないろんなの入れてくよ。みんなこう、編集点に使いやすいやつ入れてくよ。いや、ほんとそうっすよね。えっみたいなやつ。ということでですね、本日は、皆さんが待ちに待った、あの商品をレビューしていきたいと思います。ちょっとね、この期間が空いてるっていうのもあって、はい、もうありすぎて、あの商品がっていうのが、大変して空きすぎてますけど、まず1個ずついきましょう。はい、本日はですね。あの社長さん、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 YouTube のレビューのためにわざわざあら道具を送ってくれた。なるほどね。なるほどね。ありがとうございます。ここにいっぱい落ちてますけど、カメラがですね。ありがとうございます。ちょっとよかった。おや？これですね。もうお察しのいい方わかるじゃないですか。早いなぁ。さすがっすね。ホイッテって書いてあればもうエアロテックしかないですね。しかないっすね。しかない感じましたね。あれ？はい。知ってねぇ。シャッチョさん、あれですね、グリップテープの巻き方、下手っすね。ちょっと切れそうです。巻き切れそう。巻き直しといてあげたいぐらいです。巻き直して、懐かしいこの方法に。今回ですね、XE、先月発売ですか。9月発売です。出てすぐゲットしましたね。はい、これやっぱ社長パワーなんですかね。そうですね、あの、いや渋谷カップ、渋谷カップですね、渋谷カップで、はい、当たってました。今回、あれですよ、ここにプニプニがハーモニックダンパーみたいなやつですね。クニプニしたのが入ってますね、ここに。ここにウェイトが入るらしい。ああ、本当だ。4分の1のネジが入ってます。ここ金色になった。本当だ。ちょっと見えないところ、なんか調整できるところが増えて、なんかいいっすね、かっこよくなったっすね。ということで、はい、組み立てましょう。はい、はい、はい。撮影協力金。あ、これも何？あれ？ローソンこれ何ですか？新しい。今編集でカットどうだったのね。今一番いい感じだった。はい。組み立てましょう。はい。はい。はい。ってことは組み立てるということ。チャキ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 でもこれももう流れでいい。流れで。感じだった。カット後の会話だったね。ギュッて伸びて、あれっていうところを作り直した。可愛いな。これも新作の新作のフォームだ。何個入ってんの？タケシさん、これ何個？それエクシアです。エクシア。エクシアです。はい。AWH 的な読み方する。あ、A だったね。あ、AWH じゃないんだ。AWH っていう読み方ね。エクシア。エクシア。エクシア。これかっこいいな。なんか細いっていうか。なんかこれあれだよね。あの時代を感じる人には分かる。GM の1個後に出た FX ホイットの FX スリム。流行った。そっくり。こう細いし。ちょっと今流行ったって多分分かってなかったです。いや。失礼しました。戻してください。でも結構バーチ強いんですよ。本当に味強いね。めっちゃ強いっすよね。あれっぽくない？ウーカー。あ、そう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 。ウーカーっぽい。ストリーナーシュ。ギュリ？ウーカー。めっちゃいい。いや、ウーカーわかるわかる。ウーカーわかる。それ強い。結構それ強い。どんなマーク？それ強いイメージっすよ。どんなマーク？普通に英語っすよね。あ、でもなんか、ほら。マスコットキャラクターみたいなやつのイメージじゃん。ウーカー？はい、ウーカー。あー、はいはい。ウサギでしょ。ウサギ？ウサギじゃ、なんだ？あれ、何の動物だったっけ、あれ。なんて動物だったっけ。今すごい、ムササビ、ムササビ。
ムザサリがね、そうなんだ。はい、また知ってくれます。これどっち違う？かっこいい方が下だ。かっこいい方が、かっこいい方が下だって書いてある。これ下、これ下、これ下。ノーマルっすね、珍しく。じゃあ、竹倉さんさ、そういうさ、あれですね、あの流行り的なの追うのうまい。上手。そのなんか、早い。今、ナナマルもさ、あ、確かに。ナナマル流行ってるじゃん。でも、長さはね、ありますから。あと、竹倉さんの弓…入ってますかね、そこ。確かに、不安になったよ。竹倉さん、すげえ弦がいっぱい入ってる。どれが正解なのか。8本ぐらい入ってる。呼び弦ぐらい。腕ですよ。こんぐらいないとダメじゃないですか。時代これ。これでわかるな、これ。すっごいっす。あ、すごい。進まない。話が進まないっていう。あと2時間半じゃない。楽しいね。久しぶりの話が全然進まない。お、でもなんか、え、確かに。やばいっすよね。やばい。本当スコーピオンキングの映画で出そうっす。もう一回お願いしていいですか。スコーピオンキングの映画で出そう。ハムナプトラ版。ハムナプトラ版の。スコーピオンキングの、あの昔の人間。問題です。この間さ、ハムナプトラの虫の話してましたけど、はい、あの時教えたじゃないですか、虫の名前。何でした？え？待って、爪の中のやつですよね。正確には爪じゃなくて皮膚の中入ってくる。皮膚の中？そう。待って、そんな文字ですか？スカラブでしたっけ？スカラブ。ちっちゃい頃にトラウマになってる映画ってなんか、ね、僕、結構そのハムナプトラのあれ、イムホテップを復活させるシーン怖くなかった。あのなんか銅みたいなところですか。で、なんかこう卵が出てくるみたいなやつ。卵みたいなやつ出てくるのってイムホテップなんで、あの夜寝るときとか、なんすか、足先が布団から出てるとちょっと不安になるみたいな。え、わかります。まあ、布団から出てても出てなくても食われるだろう。気持ちの問題です。はい、ということで、タケクラヒロアーツ XD。 タケクス D です。タケクス D？ タケクス D。 リアル名前つけました。どうですか、なんか。いや、さっき走れてる感じだとめちゃめちゃ静かでしたね。これはフォーミュラーの進化版っていうことだよね。そうなんですね。それでは島田ではどういうレビューされてるの？記憶にしか打ってないから分からん。なんて言うんだろうな。フォーミュラっぽい。まずフォーミュラっぽいです。引きがめちゃくちゃ柔らかい。ハンドル硬い。だからね、リムがこの硬さだとちょっと物足りない感じかな。なんか結構ピーキーな割と柔らかいみたいなとか言ってますけど、俺の説明頭入ってる。なんて言ったさっき。ピーキーな感じ。ピーキーだけど引きが柔らかくて、ハンドルが硬くて、若干この子だとリングが負けてる感じする。ちょっと待って。注文が多いな。注文が多い。振動は確かにないよ。ないっすよね。マジで。でもなんか一回来るよ。ダッカンダッカンピンピンダッカンピンピンがなんか違う。ちょっと久々すぎて。溶断ぶりの味。
静か。でも柔らかいですね。ちょっと柔らかい。振動がやばい感じの音ですね。なんか、AX と G3 打ってる時のことを思い出すね。なんか振動が柔らかい。あー、わかります。いただきます。いただきます。振動が柔らかいです。ベストマッチじゃないですか。気持ちいいなって。柔らかめですね。ハンドル硬くね。なんだろう、ハンドルが硬くてこうなってるんですか。初めて MKS 打った時の、なんか MKS の、 あの店に置いてあるやつ打ったみたいな気がする。怖すぎる。なんか、あの、ほんとそんな高くないじゃん。あ、なるほど。いや、でもね、うん、飛び出しもしっかりしてくれる。すごいですね。まあでも、ぶっちゃけミニのよりと比べて飛び出しはこっちの方が弱い気もします、うん、私からすると。はい、ということで、本日はアメリカから来ております、フレディ・カズさん。カズさん、いいですね。お願いします。せっかくですので。そうでしょ。ちなみにレビューはね、2回目ですね。マジっすか。いやだ、子さんですから、ユニチューブ子さんメンバーですから。レブ X ぶりのレブ X ぶりの、え、ってかレブ X ぶりのアーチリングじゃない、もはや。これ、俺も生で楽しめてみんな、みんな見て、見ないから。みんな、頭すぐ見て。でもハンドルマジ硬いね。46ポンドぐらいの表示のリングに行きたくない。これ4つ、これ4つ。高ポンドがもしかしたらいいんですかね。え、でも低ポンドで合ってるか、あんまなくない。え、なんかハンドル、いや、なんか本当になんか、あ、ダンベルじゃねえんだぞ。飛び出しに関してはウィンの方がパワー重くないですか。そうなんですよ。まあでもそこで打ってない。そうっす。上重くない。だからその、アンカイの時の安定感は、まあ、なんかあるかな。一人喋ってるからね。ちょっと話聞いてあげて。おお、おお、大丈夫、大丈夫、大丈夫かな。怖い、怖い。あ、すごい、あ、そういう意味で今のアンガーって、今のアンガーって一緒だぞ、それ今のアンガーってやってたんで、最近だろ。違う、ちょっとファールです。緊張してる。高い緊張してるね、カズが。大丈夫かな。え、マジで事故りそう。どう事故んの。バーン。みんな怪我してやろうか。見てもやれないから大丈夫だよ。怖っ。レビューでもね、ちなみに知って受けといた方がいいっすよ。お、ここに今大丈夫、大丈夫。もうきつい伸びたね。でも全然大丈夫だよ。お前、きれいな電気を落とす。あ、おかけ。思ってたよりか全然上手する。いや、ミミズで全て失うから。上手だよ、全然形がいい。なんか確かに前より上手い気がする。ちょっと待って、ちょっと待って。さっき綺麗なところ、さっき綺麗なところに相当上手い。綺麗よ。おお。難しいっすね、あっち。いや、大丈夫。これでも、インダー 546g 打ってる。意外と、試合で全然、上手だよ。おー、いや、大丈夫、大丈夫、どう？いえ、それどころじゃなかったね。ちょっと次は、あの、え、もう一本ですか。弓を感じてると。どう、自分の持ってるフォームライン、フォームラファクターっすね。ファクターと、え、なんか上、頭の方重たくないですか。こっち側重たい気がする。ちょっとさっきまでアッパーが欲しいと話をしてたけど、飛び出しですよね、それね。でも振動が、そうですね、青字が強いんですよ、弱いんですよ。ちょっと待って、怖い大丈夫、そんな怖くない。どう頑張っても後ろに攻撃できないから、アーチに。
反りの強い感じ、うん、で、あとちょっと薄めの感じ、うんうん、こう狩りを早いけどってやつです、うん、ハンドルいい感じだったね、なんか重く感じるね、すごい、うん、作ってるんでしょうか。ほんとそうですね、いい色してる。これやっぱね、それ欲しくなるこのフォルムの良さもありますよね。おかっこいい、うん、これ EX プライムとかつけて打ちたくない？いいんすかね、倫理的に。いや、つかんしさ。あ、そうっすね。そうつかんし。いや、でも、もし現役の時に使うんだったら、XD と何、XD に何ビームつけたいみたいな。ベロスかな。ベロスか、マスターズとかつけたい。マスターズいいですね。ピアチピアチのやつつけたい。はい、ということで、二兵カズが打つという珍しい動画となりましたので。はい。これのね、感想もちょっと参考になればなっていうところですね。 YouTube 始めて、でも X、XI、XD なんで、もう3、長さ 3X ということでございます。はい、はい、じゃあそういうことで次の動画もね、楽しみにしててください。バシバシ見ますね。おやすみなさーい。くわえ。